皆さん、こんにちは、日本人、兵庫県民、神戸市民の淡井圭介です。本日、2023年、9月の6日、17時14分ですが、岸田総理について、まあ、私との関係性なんですが、およそ、まあ、1997年から1999年頃まで、神戸市立ホテルフルーツラパークで勤務していた時か、1999年から2000年にかけて、大阪ヒルトンホテルで勤務していた時か、まあ、2000年の淡路花博でウエスティンや、まあ、収穫祭というレストランで働いていた時に、お会いしていたと思います。まあ、本筋は、まあ、もともと私の知り合いでは、私からの提案で、まあ、請願法による陳情で、安倍政権、安倍さんに2期目をお願いして、まあ、2回目の総理ですね。歴代任期が1位になるぐらい総理として固定していただいて、外交ちょっとうまいこと、まあ物事進めましょうということでですね、長期政権最初からね、話水面下で、まあその当時の民主党の皆さんにも了解いただいて、進めていたと思います。まあ、どこでどういうふうな話になってるかわからないですよ。その、公選とこういう話がね、テレビとかで放送できたら、一番いいんです。だから一法律だけで物事を考えたり、物事を動かそうとする人間一番危険で、他の法律をあなた見ましたかって。ね、政治活動と請願法とか、その辺の陳情とか法律あるんだから、テレビである程度言っていいことを言ったらいいんです。ね。で、最終的に判例とかでね、90億人の命がかかっている内容と、ね、テレビで政治活動なんかしちゃダメだっていう内容。ね。そもそも、どこの誰が言ったんです？テレビで政治活動なんかしちゃならないって。違うでしょ？テレビに政治家の人たち出てきてもらって、ちゃんと立候補した時の、まあ、政治家の時の方が実名だと思いますよ。実名でテレビ出ていただいてね、各自の自分のマニフィストとか、まあ公約ですよ。そういったことをいろいろと述べていただくと。で、正直ね、本当に政治の世界って話が行ったり来たりしてる部分があって、あるから正直間違えたりもする分あるんです。それで、ね、言い合いになってる部分とかもありますけども、本当のことを今からはっきり言いますよ。もともと自民党って略語を使ってるんです。正式名称は自由民主党なんです。そこから民主党が生まれたんです。派生してるんです。で、そこで水面下でどういうふうな話し合いがあったかわからないですよ。その、電波云々の話とかもあるから、何か、まあ、パソコンのサイバー攻撃も何かこう思ってたのかもしれない。だから、まあ、本当のところどういうふうな理由付けがあったのかどうかわからないんですけども、まあ、二つの党という形に分かれたと。まあ、こういうことなんですよ。もともと自由民主党なんです。で、鳩山由紀夫さんや邦夫さんも、1998年ぐらいの頃、神戸市立ホテルフルーツラパークで、まあ、どこであったかはもう明確に覚えてますね。3階にある胡蝶蘭という和食のレストランで、まあ、私がウェイターで、2人がテーブルにいてと、まあ、お客さんがあんまりいらっしゃらない時に、まあ、1時間ぐらい話したかな、どうかなというようなところですね。他にも、まあ、宴会場、バラの間などで、まあ、来られて、まあ、いろんなことを話しされていた。まあ、その時は私は仕事しながらなんですけども、まあ、そういうようなこともありましたし、まあ、野田さんも、まあ、総理になられてから、まあ、君が悪いっていうことを国会で大きな声で述べられてるんですけれども、あれは淡井圭介へのメッセージで、まあその安倍政権の時にね、岸田さんは外務大臣されてたんですよ。で、僕からの提案で安倍さんに、黒人初の大統領であるオバマさんに広島訪問に来ていただいて、で、私からの提案で、原爆の
被害者の方たちや遺族の方たちの、その代表者の方に、大統領が来られた時に、過去の件は、いろいろ言うのは、ちょっとやめてほしいと。で、そうじゃなくて、お互い笑顔で、握手してほしいと。それが世界へのメッセージになりますので、まあ、アメリカはアメリカでね、その民主党、共和党というような形で、いろいろあるでしょう。まあ、だから、僕は両党、共和党とも民主党ともうまく、お付き合いしていく方向で物事を進めているんですよ。たまに僕もテレビのニュースを見すぎで、その方向からずれたようなことを言ってしまう時もある時はあるんですけども、ちょっとね、みんな自分の私見とか、まあ多分こうだろう、ああだろうと、昔の状況はああだったからこうだったから、だからこうだっていうことを、これ結構ね、年配のコメンテーターの方たちが言っちゃうんですよ。で、直接僕は電話をかけて、例えばね、今の現在の総理である岸田さんと受け答えできるかって言ったらできないんです。誰ともです。どこの国会議員の方たちとも、そういう正式な電話番号でのパイプがないんですよ。だから僕もテレビのニュース見ながらの判断になるんで、そこで意思疎通がね、うまくいかなかったりする部分あったりします。まあ、ただ、岸田さんはなぜ今総理なのかっていうと、僕からの提案でね、オバマ大統領が、広島原爆投下の日に訪問していただいた被害者の方たちと肩を抱き合いながら、お互い涙目になりながら、それが日本とアメリカが世界で一番悲惨な戦争をした。だけども日本とアメリカは仲良くできてますよ。世界中の皆さん、正直お互い隣国の方と戦争したことあると思います。だけども乗り越えられますよっていう、ものすごく強いアピールなんですよ。まあ、言い出した人間はね、阪神・淡路大震災の被災者の、その当時仮設住宅暮らし、まあ、1998年の頃ね、みんなの前でね、中学生の頃に書いた人権作文を読んだんですよ。その奴隷制度とかのことにね、ついて。で、そこから、世界中のね、さんを、多分そうだと思いますよ。もう、記憶はっきりしてないんですけども、何回もいろんな、方が来られましたから、その後世界の上層部になられる方たちがね、こう、若かりし頃に集まって、みんなの前でそれ読んだものだから ね、まあ、その方向でアメリカと仲良くする、中国とも仲良くする、ロシアとも仲良くする、もうみんなその方向で動くしかないでしょ。あとはもうテレビでもう放送したらいいっていうことで、まあ、そういうような部分もあってね、黒人初の、大統領になれた時に、まあ、いっぱい人が集まって、歴代で多分一番見に来られた方多かったんじゃないですかね。で、そのオバマさんが長崎原爆投下、あ、じゃあ、広島原爆投下の日に、まあ、被爆者の方たちとね、握手しながら、まあ、涙目になり、肩を抱き合っていただいてね、涙目になりながら、まあそういうふうな良い外交ができたと。で、共和党のトランプさんの時は、北朝鮮と韓国の問題があったじゃないですか。で、それを、うまく解決するために、キム・ジョンウンさんとムン・ジェイン大統領で国境を越えてね、お互い仲良く握手だとか、まあそういうふうな、上の方は仲良くしてますよっていうことをね、テレビで放送してしまえば、それ、まあ、なかなかない。みんなもう、報道番組見ない人は見ないから、本当に見といてほしいんですけども。で、まあ、習近平国家主席とかね、プーチン大統領の方にも、まあ、安倍政権通して、まあ、もう、僕もすいませんけども、ちょっとバックアップの方お願いします。まあ、世界中のね、首脳って、なんかテレビでいろんな、こう、いろんな放送されたら、そのタイミング的に、その、ちょっと習近平国家主席お願いしますとか、こういうふうなこととか、こう、なかなかしにくいでしょう。自分の内側の国の人たちからいろいろ言われるから。だからその辺のところで、僕みたいな存在はね、こう、結構こう話を持っていきやすいんですよ。根回しっていう言葉はしっかりと意味調べてもらったらわかると思うんですけども、円滑に物事が進むように、話を回しておくと。こういう意味なんですよ。
根回しっていうことは賄賂じゃないですよ。あの、このね、もうテレビのね、放送の仕方なのか、こう、その根回しについて、こう、悪そうな言い方で言うテレビのコメント、もうこれも日本人の方たちのことですよ。あの、他国のニュースまではさすがに僕も出回らないんで、あの、言語はわからないですから。あの、もうそういうふうなこと言っちゃうから、もう国民総がかり、もう大間違い、もう受け止め方が、自分の母国の言葉の意味までよく分かってないまま受け止めるから、その笑顔で言ったとしても、もうその根回しっていうものが賄賂みたいなものだっていうのは頭にインプットされちゃった人はもうダメなんです。もう根回しって言われただけで、もうそれでわけわかんなくなるから、もう笑顔でしっかり根回ししたんですねって古舘一郎さんが言ったとしても、だから水面下からしっかり話進めていたっていうことを言ってるんですけども、もう受け取る側が全員もう間違えた方向でしか物事を受け止められないんでね、あのその辺のところね、あの生きてる証人として僕からの提案で、ああしていただいた、こうしていただいたっていうことはしっかり分かっている岸田さん、外務大臣を経験された岸田さんが総理ということ、これでいいと思うんです。僕もね、何回も言いますけども、もう読み解きながらでしか物言えないんですよ。直接電話かけてくれるわけじゃないですから、向こうも。僕から直接麻生太郎さんの事務所には電話かけましたよ。実際会って若い頃お話しましたから。で、まあ感覚としてね、まあ鳩山由紀夫さんや邦夫さんは、まあおおらかで優しそうな人たちだっていうイメージで、麻生太郎さんはね、意外と面白い人だったんですよ。今まで話した、まあ歴代その後大臣とか総理になられた方の中でもうものすごい数いるんですよ。で、一番面白かったのが麻生太郎さんですよ。で、実際麻生建設っていう建設会社の、まあ、役員で多分社長をされてたと思うんですね。で、皇室の家系の方なんですよね。で、しっかりと倒産経験されてるんですよ。だから社会がいかに厳しいかっていうことを分かっていないと、まあ民間の企業にあんまり無理押し付けても、もう無理なもんは無理だっていうことが分かってる人が上に行かなかったらっていう部分とね、どうしても地方交付税法とかあって、経済原理、まあ、これも事実としてあると。で、世の中無駄なことをいっぱいしてる、特に悪い銀行の貸し出しの受付の、もう僕そこのね、三井住友銀行の藤原大支店で見ましたから、その本人を。で、もうそいつが何してたか知ってますから、現場まで行って見てしまいましたから。だから、もうここまではっきり物事分かってる人間現れたら、もともとそれでも昔に三井住友銀行合併してるんです。三井グループと住友グループ、旧大財閥の三大財閥の二つね、合併してるんですよ。なのにね、その後もちょっと僕がそういうことを忘れていた、あいたり悪いこといっぱいして、まだ今だに悪いことをしてるのか、連絡はしっかりとみんなついてないのか、効率の悪いことを、まあこの辺の物流センターとかね、まあ新しくオープンしようとしてるマクドナルドさんとか、それは僕のホームページで YouTube で、述べてる内容を、まあ聞いていただいたらわかるんですけども、もうマクドナルドの社長さんも海外の人の時にもうどうせ無理だが、もう値段上げてくれたらいいですよって言って、もう無茶な値段で販売してましたから、そんなことしてたって絶対無理なものは無理だから、販売価格からして、で味で勝負をしなかったら、ある程度飲食業界はもう分かるでしょ。みんなそんなに大したことないものの、わざわざお金払ってまで食べないでしょ。まあそういう部分でね、もちろん、飲食業界は効率化を求められますよ。もうそれはどこでも同じですから。ホテルマンでも同じですから。ものすごい効率化を求められてますから。で、まあ、岸田さんの件に戻しますけども、まあ、そういうね、世界中との友好関係を理解されてる方なので大丈夫だと思います。で、たまにね、僕は言わなかったら、みんな忘れるんですよ。今大臣になられてる方とかも。僕からの言い出した案で、例えばね、テレビのニュース見ていて、僕もね、別に池上彰さんの
せいにするわけじゃないし、報道ステーションの人たちのせいにするわけでもないんですけども、まあ、例えば ADB、アジア開発銀行、これはアメリカと日本が主導で行っている銀行なんですけども、AIIB、アジアインフラ投資銀行、これは中国主導で行われている銀行なんですけども、このようニュースを見たらね、なんかこう、もう今思い出した、あの派遣争いってどうせ本当は人材派遣会社利用して賃金のピンハネしていた派遣争いだったんでしょうっていう話になるんですけども、あの言葉にもどうせテレビ局も人材派遣会社の日本のテレビ局に向かって言ってるんですよ。派遣会社利用してピンハネして自分たちだけ高級を得てっていう方向にね、僕に言われた、もうそう言われてしょうがないっていう話になってくるんですけども、僕もそれ見て勘違いして、で、ってなって、アジアインフラ投資銀行に元総理だった、その当時の名称が民主党の鳩山由紀夫さんに役員になってもらったんですよ。だからもう今考えたら、年齢的に鳩山由紀夫さんもかなり高齢者ですから、その中国主導の AIIB のその役員の方たちで、その、まあ、その中国語は鳩山由紀夫さん無理だと思うんですよ。英語はある程度喋れると思うんですけども。正直ね、他国の法律とかよくわからないでしょ。どこの国の方たちも。別の国って別の国の法律まで覚えるなんか無理でしょ。法改正もありますし。で、判例も裁判によって違うでしょ。だからね、正直僕も無理なこと言ってしまったかな。の反面、誰か、日本の政府上層部の人間で中国の方たちとしっかりとしたパイプを持っていないと、というこの板挟みの部分で、で、まあ、AIB の役員さんの、まあ、まあ、60歳前後ぐらいの方でね、まあ、私の方からも言いにくいんですけども、畑山幸雄さんももうご年配ですから、もう、まあ、これはいつものルートドクター SD カードで数年前から言ってると思うんですけども、まあ、もう降りていただいて結構ですよっていうことでしたら、どうぞ、おっしゃっていただいて結構ですので、やっぱり年齢的に、やっぱり人間、能力がだんだん衰えますから、高齢者になるとですよ。で、あと、やっぱりあんまりご高齢でまで働かなきゃならない状況って、やっぱり自分の身に置き換えられたときね、死ぬまで働けコースなんじゃないかな、政治家の世界はって思ってしまって怖くなるじゃないですか。責任問題とかたくさんありますから。だからそれはそれでちょっと行き過ぎかなとも思いますので、まあ、これは一般の方へのメッセージなんですけども、岸田さんは総理になってからはっきりと、これはテレビの放送でも放送されてるんですけど、党として当分消費税を上げる予定はありませんってはっきりと言ってます。これは確実です。私もそういうふうに頼みました。提案しました。で、法人税を上げましょうっていうことを言ってます。これは、純利益がしっかりと出てる会社。例えばトヨタさんとか、電気自動車とか水素自動車ってよーく考えたらしっかりと、テレビでも放送してますけども、みんなの税金補助金つけてましたよねって。トヨタさんお金返してください。こういうことです。これでね、消費税上げなくても済むような方向へ持っていきやすくなるじゃないですか。純利益もう1年間で、ね、もう1兆何千億とか平気売り上げ上げてるから、そんなお金一体何に使うんですかっていう話になるから、変に会社にお金持たせていたら案の定すぐそこに余計な店舗をトヨタさんが出したから、ほらもう言わんこっちゃない。そこをちょうどさら地にしていて、いい具合のさら地、本当に中古の車とかいっぱいその回収した分置いとけれるのに、もう何にも建てなかったらそれだけスペースあったのにっていうような、こういう状況なんですよ。ちょっと話それましたけども、まあまあ、外交の部分は岸田さんなら大丈夫だと思います。まあ、大体世界中どこの国もテレビのニュース見て、コメンテーターの人たちとかが今までのね、思い込み込みで物事を言い始めるので、多分みんなそれ見て勘違いします。いいですか？私からの提案で習近平国家主席3期目ついていただいたんです。
ロシアのプーチン大統領も同じです。アメリカも、共和党も民主党も今までの経緯お話ししました。まあ、ムンジェイン大統領と、キム・ジョンウンさんの、その、国境をまたいでの、笑顔で握手という会談だとか、これ、定期的に僕は言わなかったらね、テレビ局の人たちがもう GDP、もう第三の国がもう平気でそれ忘れて物言うからもう、本当に私からしたら、あなたたちが私にお金払いなさいよみたいな話になってくるんですよ。いや、だって僕からの提案で、あなたたちってビッグニュース取り上げて、って売り上げ上がったんでしょっていう話になるから、本当に。ちょっと裏いっていう話になるじゃないですか。まあ、阪神・淡路大震災に被災者の淡井圭介がね、エネルギーの残存量問題にも対応しながら、世界とまあうまく話、なんとか進めようとしてますんでね、岸田さんもそれを受け入れていただいてるんで、まあ大丈夫だと思いますよ。で、まあ何回も言いますけどね、自由民主党だったんです。そこから民主党になって立憲民主党って言ってるんです。もともと同じ党です。責任問題の方向からの話だったら、党にも責任がある。この一言で、全員責任ありますよ、国会議員になったんだから、の一言になっちゃうんですよね。だから、国会中継とかであれこれ言ってる人見かけたら、もうええからええから。そんなことで国会の時間費やさないで、もう細かいことで、ああ言ったこう言ったならもう細かいことをちょこ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 、もうそういうことじゃないからって、もう僕は本当のことをもう言うよって、もういいか、もうテレビ局もう報道関係のいろいろ、もうまあそこまで言っていいんかいとか、もうああ言ったらいいか、こう言ったらいいからって、もうそんなこと言われたら、もうどうせその人も票入らなくなるから、本当に。本当に、国会って1日で、予算がね、1億9000万円ぐらいかかってるんです。人件費とか、いろいろ。まあ、光熱費とか、いろんなもの含めてです。それを。もうエネルギーの残存量問題とか、そこ全力でみんなで向かっていかなきゃなんないのに、もう、他国からしたらもう見てられないって、もう。ね、まあ、ちょっとね、外交とかいろいろ固めなきゃならないんで、基本的に選挙っていうものは任期満了した時に、選挙だとお考えください。で、これは一般人の方へのメッセージなんですけども、投票する時にね、ある程度の年配の方には、投票していただかなくて結構です。投票しないでくださいって私は正々堂々とおっしゃっています。これは法的にも言って大丈夫です。っていうのは、例えばね、元総理だった森さんっていう方いらっしゃったじゃないですか。森元総理。だからまあ、もう、杖つきながらね、国会に出てきてしまったりしてたんですよ。だからもう、あんな状態で、そんな国会なんて、そんな、ものすごく、難易度が高いところで、もうそういう状態で、まともに、お仕事できるかって言ったら無理ですので、率先してね、投票される方が、名前だけで投票するんじゃなくてね、まあ、実績ある方ですけども、もうこの人、もう70歳だし、とか、70歳以上だしとか、65歳以上だしとか、そういうふうな部分でね、投票するとき選んでください。そうじゃなかったらね、自分の方から国会に出てきたりしてしまうんですよ。これが現実ですのでね。まあ、皆さん、ご協力のほどよろしくお願いいたします。言うように言えないでしょう。後輩の人たちも言いにくいでしょう。だから党とかに入って、もともと10年も先の先輩とかの人に。でしょう。そういうのもあるから、誰かが、
まあ、ある程度政府上層部とパイプを持ちつつ、世界中の政府とも共に、で、まあ、長年国会議員をされている方たちの間では基本的に粟井圭介という存在を知らない人はいないと思います。で、まあ、今までの経緯も何回も SD カードで送って言ってましたからね。だから、それで粟井圭介を精神病院に連れて行こうとしていた勢力が、まず悪者であることはまず間違いないですよ。多分、何かしらの、何かをしてるんだと思いますよ。医療関係とか、特に医者で上がってきた人間で、ね、軒並み大体アウトですよ。第二次世界戦争があったから、医者とかがね、必要だって言われてた時期があって、それを延々とテレビで放送しちゃったんですよ。そんなにお医者さん増やしてどうするのっていう話でね、もともと、そもそもで危ないスポーツとかの数減らしたらいいんですよ。そしたら怪我人出ないんですから。自転車とか、オートバイとか、車とか、乗るのやめたら、そういうわけで交通事故減りますよ。簡単な話ですよ。まあちょっと話それましたけども、まあ岸田さんは、まあ、粟井圭介からの提案で、世界中とのその外交の橋渡し、外務大臣として動かれていた方だから、よくご存知であるので、まあ、岸田さんだったら河野太郎さんに聞いてみて、その阪神・淡路大震災の発生するちょっと前にね、テレビに出て、多分河野太郎さんも電波で聞こえてきた方だと思うんですよ。未来からの声かもしれませんし、まあ、僕みたいにね、時間軸声でものを言ってくる人間とか、基本的には字幕に書いてる内容、僕の方が頭ハッキングされてるから、テレビ出演のされてる人たちに聞こえてるんです。で、テレビの報道番組で出てる国会の映像は、すでに放送してる番組が、報道番組が生番組であっても、ね、夕方ぐらいに国会閉まってるでしょ？っていうことは時間軸超えて聞こえてるっていうことだから、なんだから。これは僕にしか、僕が言わなかったらなかなかわからないことなんですけども、他の人が見ていたらね、まるでその周りの記者団の人たちと話してるようにも見えるでしょ？だからまあね、まあ、その辺のところはね、他のスポーツ選手とかも同じなんですよ。だから YouTube とかで僕ははっきりと言ってる内容とか聞いてもらった方が、たまにね、文章だとサイバー攻撃仕掛けられるんですよ。僕のホームページ、たまにちょっと文章変わってたところがあって、明らかにね、一行入れ替えられてるなとかあるから、それとあと、かまど発電とかのことを最初、薪発電って言ってたんですけど、書いてたんですけども、そこでね、料理っていう言葉を強引に入れられていて、なんだこの文章はっていうような文章にされてました。昔は薪でね、コンロとして、料理を作ったりしてましたから。だからちょっと私の考えてるかまど発電とか、まあ田舎の方の、お家にかまど発電を装備して自家発電でっていう方向性とは違うんですよね。やっぱりね、かまどで料理を作るのは大変ですよ。火を起こして時間かかりますから。そうじゃなくて、どうせ暖を得るときにかまど発電を行って、周りにね、枯れてる木とかいっぱいあるでしょうから、枯れてる竹とか。自分で拾いに行ったらいいんですよ。片道1キロぐらいだったら15分ぐらいで歩けるでしょう。だ半径、自分の家が1キロの範囲、いっぱいありますから。それで、火起こして、で、例えばね、お肉を買った時に、こう、角切りの、脂肪の塊とかあるでしょ。あれにマッチでもいいですから、火つけたらすごい燃えるんですよ。あれが着火剤にもなりますし、まあもともと、そう、明らかに脂身の多いお肉のパックとかあるじゃないですか。その部分だけ、脂身をね、切り離して、その脂身固めておいて火つけたら、それが着火剤になりますから、燃えやすいですよ、本当に。
で、あとは、まあ、各家庭ですからね、自分でどこまで、まあ、ちょっと話だいぶそれました、ごめんなさい、ね、岸田総理についてだったんですけど、もうちょっとこの辺にしておきます。まあ、岸田さんについては、まあ、外務大臣、安倍政権の頃に外務大臣だったから総理という話で、良いかと思います。私の方では確認できません。これが事実です。まあ、けど話の整合性、追っていっていただいて、あ、この人嘘を言う人じゃないなっていうことさえ理解してもらったらね、ああ、そういうことだったのかっていうことで、まあ皆さん、理解できると思います。以上です。皆さんご協力のほどよろしくお願いいたします。チャンネル登録と、あと、まあいろんな人にね、淡井圭介っていう存在がいて、こういうふうな動画見ていただいてね、実際こういう人がいて、陳情による請願法による陳情で、いろいろ、まあ、昔からのつながりとかで、なんとか良い世の中作ろうとしてる人がいるので、阪神・淡路大震災の被災者で、義援金はそれいただきましたよ、阪神・淡路大震災の時にね。だけども、僕とね、まあもう結婚話、云々とか言い始めたら、もう本当はテレビ局の役員さんとか、その当時から来てるから、もういろんなややこしい話とかになってきて、もういろいろメーカーとかもくっついてくるから、まあだから、良いし、もうしてくれてるメーカーさん、あ、旭化成さんとかね、石油の枯渇した地点とかを未来モンスターで放送してくれたりだとか、そういうことをね、しっかりしてくれてる方たちはいるんですけども、直接ね、僕、1円もいただいたことないので、今、訴訟で僕の提案した番組とか、テレビ局お金払ってくれたとか、淡井圭介とかを結婚話して、先に結婚した人が、他誰か、まだ結婚しない人とかでもいいから、もうちょっとみんなちょっと本当の状況を教えてっていうところからでもいいから、結婚相手探すんです。だって、一番、まあ、もうこんなに身勝手なこと平気で言う人、もう向こうからしたら、それはそれでっていう話あるかもしれませんけども、ちゃんと先にみんな名前と住所、電話番号教えておいてくれりゃいいんですよ。いくらなんでもそれ僕はホームページとかで、公表したりとかしないから、いくらなんでもそこまで。まあ、どうせするとしたら、相談ごとで、相談したときに、ああ、やっぱり無理みたいな相談話になると思うんですよ。大きな話だとね。だから、まあ、それぐらい僕も分かってるから、もう、だからもう、結婚話したいと、それはそれ、ちゃんと言ってくれたら、それはそれ、僕のホームページある程度の範囲で書くから、僕はあの時こう思った部分もあるけども、よくよく考えたら、女性も年金とかしっかりかけておかなきゃならないから、一度仕事始めたら降りるに降りれないみたいな部分ありますっていうこと、ちゃんと今もうここで言ってる。だからもうみんなね、チャンネル登録とか進めるときに、ね、淡井さん、阪神・淡路大震災のね、家屋は全壊した人、いまだに誰からも1円ももらってない話、せめてあの人の動画を再生して、なんとかちょっとしたお金が入るくらい、ちょっとぐらいの協力は、まあまあ、僕たちがどれぐらいの協力できるかどうかわからないけども、ぐらいでいいから、いいから、もうちょっとした善意をみんなで広げていくの。それすらもできなかったらもう人間しまいよ、本当に。ね。広めていいから、合法だから。ものすごく、それは良い行いなんです。本当に。これだけしっかりとしたことをしっかりと言ってくれる人いなかったらみんな間違えるから。特に、六法全書とか読みかけた人。テレビのニュースをちょろっとかじってるだけの人。平気で間違えますから、答え。本当に。裁判とか自分で弁護士さんなしで裁判とか買ったことある人だけ、お金の流れとか知った人。税金がどこそこにどれぐらい投入されているとか、そういうことで、ちゃんとした文章を裁判所に平気な顔して出せるような人。そういう人じゃなかったら無理だから、本当に。いろんな意味で。怖いでしょ、何か言うとき。そう、立てつこ。ごめんなさいね、いちいち笑い始めて。これ、みんなね、自分で立てつくっていう意味、インターネットで調べたらびっくりしますよ。この木の盾とか、シールドの方。貴様、上に立てつくつもりかって。だから、上の人間の盾になるつもりかっていう意味で言ってきてるんです。まあ、いるでしょう。もう最初から言葉どう言えば、ね、相手をどう、もう下手したらどう騙せるかの話ですよ、本当に。もう、誰だ、こんな、
もう僕からもう二十歳ぐらいの頃から言ってるんですよ。まあ、これまだ僕も忘れるときは忘れるんですけども、その盾つくの意味ね、木書いて盾って書いてるんですよ、もうシールドの盾。もう一回広辞苑の人たちのことを叱ってあげてよ、本当に。ちょっとせめて仕事してる時間で税金で給料もらってるようなもんなんでしょ、減らしましょうよって。こんなにたくさんどうせみんな覚えられないし間違えるから、横に本当はこういう意味です、小さ小さちょっと言いにくそうに小さな文字でもいいから一言添えて、もうやっぱりナチュラルとコーディネーター、もうすぐガンダムシートの絵が、ナチュラルは自然、自然と間違えてしまうでしょ。もうテレビ見て育った人たちも絶対こうなるんです、本当に絶対に間違えるから。だ、貴様は 上のものに立てつくつもりかって怒りながらうまいこと言ってきて、その人を盾にしようと僕はそこ本当は笑うところよく分かっていた隣で、え、今のは和ませるためにおっしゃったんですかとか、こういうふうに言えるような人、もう広辞苑でいらないものも片っ端から削除して一冊分ぐらいにまとめたいところですよ、本当に。そしたらそれ言ってたら、フルーツラーパークに広辞苑の関係の人か、もう広辞苑で働いてる人、何を削除したらいいか提出してもらった我々としても、今言えるのは善処するとしか言えないんですが、善処いたします。僕もこうして言いますけども、時間ないんだそんな暇なものを、まあ、けどね、スポーツの勝ち負けとりあえず高知のルール使ったりする時あります。ほんと頭なんか電波でハッキングしてきて現場に伝わるから、もう同じことやね、もう最初から言ってる、もう正々堂々と言葉も使うし頭の中も使うし、心の声も使いますって。まだもう一つ方法あるんですけど、もうそこまで言いません。みんなその辺の話だったらもう絶対ほとんどの人、 99% 日本人の人お手上げだと思いますよ。タコポンって人も同じだと思います。そこまで頑張っていてもね、結局裁判所まで物事あげなかったら全然話進まないんです。どうしましょう本当にもうというわけです。皆さん長い間ご清聴ありがとうございました。チャンネル登録と、あと皆さん YouTube を見ていただけますように、あと着信履歴が入ってくるようにね、自分で設定してください、 YouTube の。そしたら YouTube は基本的に自分からずっと無料の方を選んでおけば、たまーに画面が出てきますから、1ヶ月だけ無料、無料でね、1月1000円の広告のないプラン選んでみませんかっていうのが流れてきたときに、間違って押さないこと。油断してたら流れてくるから、あとはその時にしっかりと、無料のままでいいっていう、まあまあ、本当に CM が鬱陶しい人はね、いや、もう僕はもう1000円払っても、無料の方が、ああ、じゃあ、有料でいいからっていう人もいらっしゃると思うんです、中には。まあ、そういう人は、そう、自分で自主的に選んでいただいたらいいと思います。YouTube は基本的に、見たり聞いたりする方は無料ですから。その辺が、うまくバランスを保ててるんですよ。正しい評価ね。皆さん、なんとか、広めていただけると助かります。ご協力の方よろしくお願いいたします。